国産ミッドシップスポーツカーの頂点、ホンダ NSX タイプ R。 この NSX タイプ R をベースにボディを軽量化し、ファットなタイヤを履かせた最速バージョンが NSX R プロトタイプ LM である。このモデルにはインテリアにホンダはウッドパネルをおごり、スパルタンと豪華さが同居したロードバージョンも存在する。このプロトタイプ LM のイメージはル・マン24時間レース参戦を想定した仮想ホモロゲーションマシンだが、必ずしもル・マンだけを見据えたものではない。それ以上に NSX の理想郷を目指したものなのだ。ベースとなった NSX タイプ R は初代が1992年、大きな改良を受けた2代目が2002年に作られた。そこではアルミやカーボンのパーツが惜しげもなく使われ、足回りも極限まで締め上げられた。しかし根本的に物足りない点があった。それは格段にアップしたシャシー性能に対してエンジンの強化がファインチューンにとどまっていたことだ。世界最高レベルのミッドシップスポーツを目指すなら、エンジン縦置きレイアウトや自主規制枠を超えた280馬力以上のパワーは必須。それは量産車の NSX ではなかなか実現できない夢だが、グランツーリスモでなら十二分に可能。こうして生まれた車がプロトタイプ LM なのだ。気になるスペックは 3.2 リットル V6 DOHC iVTEC エンジンを